前田小屋です、レチナ 3C、3C の大窓です、レンズが、交換レンズがついて3、レンズが3本ですね、ケース付きで、これがまず交換レンズからじゃあいきましょう。 35mm ですね、 5.6、こちらが80ですね、80の4。これフィルターが何かついています。まあ、基本的にこちら全部きれいでした。これはファインダー、まあ、大窓 3C の大窓はファインダー35も80も一応枠、視野枠入ってますがね、まあ、一応これも外付けのファインダー、切り替え式ですね、切り替え式、まずまず綺麗です。それからこれがフードになります。まあ、こちらは普通の80、これですね、これ用のフードをつきます。こちらが、まあ、これフィルター、黄色ですかね。でこれが50とその35mm 広角ですね。50はつけて、その35の場合はこれにこうはめ込む感じになります。こういう感じですね。まあ合理的というか、なんというか、まあよくできてます。これも綺麗です。でボディですが、これがすごいです。ケースもまずまず綺麗。こんな綺麗なメッキのカメラはあまり見たことないですね。綺麗ですが、どこか切れた。ここですね。これ補修してあります。まあ、ここにね、切れそうな箇所です。3C の大窓です。外観綺麗なんですが、とにかくこのメッキの質が素晴らしいですね。なかなかこの写真動画では分かりにくいかもしれませんが、もうピッカピカです。新品みたいというとあれですけど、本当に新品みたいな、もう本当に綺麗なんですね。ここまで綺麗なのはあまり本当見たことないですね。素晴らしい状態。ただまあこのシューの取り付け部分とか、まあ多少のすれはあると思ってください。こちらレンズ部も綺麗です。非常に綺麗。まあ全然知らない人だと、これ新品ですかっていうようなレベルと思っていただいてもいいと思います。シャッターもいい感じに動いてますね。これライトバリューがついてますので、あんまりこう動かすときにね、動かないときはこれをちょっとやれば動きます。基本的にはくっついて動きますので、で、まあ、よく知らない人が一番焦るのはこれカウンターですね。これがだんだんこのように1とまでいくと負けなくなります。そうするともう、あ、壊れたってなるんですが、これカウンターをですね、こちら戻せばまた動くようになります。バルブも動いています。でレンズ交換式です。これはもうギュッと回す、はまってる感じですね。赤で合わせてギュッと入れる感じ。これレチナの癖の50の F に大口径がついてますね。ファインダー、これファインダーもね、このカメラ素晴らしい、スカッとしてます。
ちゃんと視野枠も出てますし、距離計もかなりはっきりしてる方だと思います。なかなか本当こんな綺麗なの本当にみんな見たことないです、まあ、中も綺麗です。でここまでメーターなんかも見えますかね、ビンビンです。ここまで綺麗だと再生産型ですねと思ってもいいぐらいなんですけど、これ、アーサー1300までの、まあ普通のタイプです。綺麗な状態だと思います。これ無限になってないとこれロックがかかりますね。無限だと大丈夫。ファインダー外から見ても本当に綺麗です。まあしつこいようですが、この本当にメッキがね本当に綺麗なんですね。ピカピカです。それで先ほどのフードですね、これはバイオネットで入ります。で35の場合はこれを取り付けると、まあ、ぐにゅっとなんとなく入る感じですね。まあ、合理的というかなんというか、これ外せば50っていうことですね。まあ、交換レンズなんかはこんなに可愛らしいマウントですが、これも赤で合わせて、こんな感じになります。まあかっこいいですね。それからフードをつけるとこんな感じ、ちょっとレチナにしては仰々しいというかすごい格好になります。まあ外付けのファインダーつければここにつきます。あと後軸ですね、考えてファインダーが多分後軸の真ん中に行くようになってますし、パララックスじゃないですね、近距離の補正ですねもついてます。こうなるとかっこいいですね。これまた素敵というかすごい形になります。蛇腹カメラとしては、まあ、完成形かと思います。一応セットになります。